アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに、それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。ああ、俺もだ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん、彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。一度にしてね。また来てくれよな。助ける賭けに出るか。俺は、
それは…おい、何やってんだよ。母さんがまだ…エレン、ミカサ…生き延びるのよ。行かない。行くぞ。一大事だ。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話はその後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナ、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな、ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むなら
そのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うが、その通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ。クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろ。お前らが今クリスタを連れていかないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。しっかり頼むぜ。置いていかないでよ。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。もし邪魔な巨人がうようよいやがる、これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。拠点は頼んだ。始末してやる。よろしくな。わかった。さあここな、片付けよう。やるよ。ライナ、ベルトルト、どうしてこんな。さあ相手になるよ。さあ片付けよう。しっかり頼むぜ。無事ですか。そっちも無事なようですね。クリスタ、やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。片付けよう。しっかり頼むぜ。こんなもんか。そっちは無事ですか。よかった、あなたも無事だったんだね。そっちは無事ですか。アルミン、よろしくな。僕は平気だ。足手まといにはならない。相手になるよ。討伐完了。よっと始末してやる。こんなもんか。やるよ。このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫さ。アンネスさん、頼みます。俺も行くぞ。片付けよう。次だ。すごいよ、その調子だ。さあ、ね、だ、さあ、は、う
イナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。片付けよう。どうだ、このまま始末してやる。相手になるよ。味方しっかり頼むね。味方そっちは無事ですか。お前も生き延びたみてえだな。ほっやるよ。片付けよう。してやる。ハネさん、レビュー当たってます、この叫び声、もしかしてユミルか。現れたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスタ食いやがった。クリストまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。片付けよう。次だ。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の貴公子を撃破せよ。討伐対象は貴公子のみ、通称子は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ。急げ。相手になるよ。先ほどの命令、何か狙いがあるような。何を企んでいる。しっかり頼むぜ。分かった。救援要請、怖いけどほっとけないし。エルヴィンの野郎、飛行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。始末してやる。次だ。飛行士め、いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。よっと、やるよ。よろしくな。討伐完了。調子がいいようだな。やるよ。こんなもんか。しっかり頼むぜ。置いていかないでよ。始末してやる。よろしくな。しっかり頼むぜ。次だ。相手になるよ。ありがとう。
君のおかげでなんとか助かった。この前終わりだな。討伐完了。片付けよう。よろしくな。しっかり頼むぜ。やるよ。分かった。こんなもんか。始末してやる。私についてこい。やめろエレン、甘えられるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけないけど、誰かお願いだ。誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。総員突撃。あれはユミル。邪魔をするなら先に殺さなくては。次だ。いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。よろしくな。しっかり頼むぜ。やるよ。相手になるよ。救援要請。怖いけどほっとけないし。片付けよう。よし、いいぞ。くらえ。よっと。さやはっ。やっ。してやる。はっ。よろしくな、しっかり頼むぜ。相手になるよ。
貸してくれてありがとな。おかげで助かったぜ。俺がないとな。救援要請。怖いけど、ほっとけないし。私は邪魔する者を殺すだけ選んで。ユミルだってライナーたちに従わないと殺されるの。選択肢なんてないんだって。相手になるよ。尊重できる命には限りがある。そしてその相手は6年前から決まっているので、私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたはエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの？ユミルは抑えたぞ。鎧の巨人に取り付け。エレン、今行くから。やっとここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト。いいの？二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って、兄を置いていくの？兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく、さまざまな拷問が。悪魔の末裔が目だやしにして。